で、美学校アニュアルレポート2011の、レクチャー企画ですね、90分でアートの歴史を学ぶ、2講座目の、中澤秀樹さんによる日本現代美術が始まります。中澤さん、よろしくお願いします。今日これマイクある、これマイクですか、マイクではない、ユースト用マイク、あ、ユースト用マイク、はい、じゃあ地声でわかりましたはい、パワポを使うのはやっと2度目ということなんですけど、日本現代美術史、美学校アニュアルリポート2011年のに呼んでいただきました中澤秀樹です。で、初めに、用意してきた作品画像を解説なしで取り急ぎ全部お見せしたいと思います。画像はこれからお見せする画像は私の著書の掲載図版です。著書これです。現代美術史日本編で、小さく掲載図版として、使用されているんですけれども、この本はモノクロなので、今日は元のカラー画像で大きくお見せします。で、事情があって画像はほとんどが東京都現代美術館もっとですねの所蔵作品ですが、ごく一部それ以外のものも混ざっています。それでは最初の章です。第1章、シュルレアリスムと多様性、1945年から1954年までの間、敗戦後の美術状況、岡田健三、東山魁、鶴岡雅夫、阿部信也、岡本太郎、池田達夫、利根山光人、石井茂雄、芥川沙織、窓越沙織という名前の場合もあります。桂由紀、山口武雄、山口正弘、北大正造、駒井哲郎、藤松宏、永久で、次第2章、前衛、1955年から59年、具体九州派アンフォルメル、島本正道、金山明、村上三郎、白髪和夫、田中敦子、元永定定政、菊畑木馬、今井俊光、不動茂也、額南国、吉原二郎。第3章、半芸術、1960年から63年、ネオダダとハイレッドセンター、篠原牛尾、吉村正信、荒川周作、三木富男、小島信明、小野陽子、中西夏幸、高松二郎、福岡道夫、愛王、中村博、村上義雄、草間弥生、小野里俊信、吉中泰蔵、多田南、篠田森雄、磯部幸久、清水明、池田正夫、立石タイガー、谷川浩一、野田哲也、横尾忠則。次、第4章、還元主義と多様性、1964年から79年、モノ派概念派美教頭、松沢豊、川口達夫、梶原悦富、関根信夫、李ウーファン、小清水進、菅岸夫、斉藤義重、榎倉浩二、高山昇、
彦坂直義、堀光斎、杉郷、遠藤利勝、戸谷茂雄、若林勇、村岡三郎、伊藤幸祥、三島君代、辰野登恵子、諏訪直樹、桑山忠明、山田正明、宇佐美啓二、上田薫で、第5章脱前衛、これが1980年から84年、で、ヘタウマパルコ超少女、吉沢美香、川又忠、日比野勝彦、第6章再現芸術、1985年から94年、関西ニューウェーブから東京ポップへ、森村康政、石原智明、中橋克重、中村和美、杉本博、宮島達夫、村上隆、中村雅人、笠原恵美子、柳幸典、福田美蘭、小沢剛、相田誠で、第7章マニエリスムと多様性、1995年から2009年、スーパーフラット快楽と方法、奈良義朝、杉戸博、木村太陽、蔡国強、森真理子、タバイモ、田中伊一郎、殺すな、第8章新前衛、2010年から、カオスラウンジと完結戦で、画像がないんですけど、画像なしというのはどういう意味かと言いますと、先ほどお話しした私の著書現代美術日本編、これですけどね、これが出版されたのが2008年の1月なので、2010年に始まる第8章の図版というのは当然まだなかったということで、画像はありませんということもあるんですけれども、他にもお見せしたい画像が少しばかりありますので、追加でちょっとお見せします。で、これらは今回とは別の機会に用意した画像や、急遽、今朝ネットで拾った画像などです。で、自分の作品も少し混ぜます。第5章脱前衛、1980年から84年、ヘタウマパルコ超少女、湯村照彦、日比野勝彦、飯田美代、数字山金、伊藤啓二、遠山真一、谷口康彦、中村幸子、中田真一、日比野勝彦、萩原利里、下田恵美子、湯村太良、日比野勝彦、これは日本グラフィック展のカタログの表紙です。これは日本グラフィック展のカタログ1983年の、表紙です。さっきのは、82年だったと思います。で、これが1983年の入選の図版の中です。真ん中のが僕の作品ですね。で、これが1984年の日本グラフィック展のカタログ表紙で、表紙は伊勢勝也です。で、僕の作品が下にあります。これですね、ヘタウマの作風だった時の、僕の作品です。で、第6章再現芸術、
1985年から94年、関西ニューウェーブから東京ポップへ。で、僕のバカ CG の作品です。同じくで、これは都築淳さん、明日の、講師の人ですけれども、この方の作品はちょっとどこに入れてもいいようなものなんですけど、ちょっとここのところに入れておきました。で、第7章、マニエリスムと多様性、1995年から2009年、スーパーフラット快楽と方法、山口明、小谷元彦。で、これは僕の作品です。方法主義を、言っていた時の作品です。同じです。で、さっきの作品戻ると、これは私の著書の表紙に使われている、作品図版です。で、こちらの方は私の著書の裏表紙に使われている作品図版です。で、この本については和英兵器なんですね。なので、作品も表に日本語文字群を使用した、先ほどの作品で、裏に英語文字群を使用したこの作品をあしらいました。これはチンポムで、第8章、新前衛、これは新しい、章 として考えているものです。本には書いてないものです。で、カオスラウンジ、皆さんご存知だと思います。梅ラボですね。あと、二層木博之で、これは完結編の、画像です。美学校アニュアルリポート2011のくくりで、これは12日までですね、日暮里の日暮れ1715で現在開催中の穏やか島展フィーチャー斉藤雄平企画完結編の画像で、行かれた方もいるかと思います。ということで、画像は終わりです。画像はとりあえず以上です。お疲れ様でした。で、改めましてですね、こんばんは、長澤秀です。とようやく本題になってくるんですけれども、先にっていうか、先に画像を 見せましたけど、今更ですけど、ちょっと自己紹介と、自主紹介を一応、させていただきます。で、自分は美術家です。で、作品を作ってます。で、美術評論家でも美術史家でもありません。で、1963年生まれで今47歳になります。で、80年代にはアクリル画、90年からイラストレーターとして、バカ CG で、1997年から肩書きを美術家に変えて、2000年1月1日に方法主義宣言で、2006年から本格絵画で、2010年から新方法主義という変遷があります。で、作品としては廃炉絵画、脳波ドローイング、芸術特許などがあり、美術以外にもマルチメディア作品や音楽作品もあります。で、美術家であるとはいえ、文章を書くことはとても多くて、数多くの自筆文献があります。で、それらは僕の作品や創作にまつわる思考から派生したものです。で、バカ CG から特許の関連の話、あと方法主義の関連の話、あと、美術史の関連の話の大体3つの、ものが自分の文章としてあります。で、ここで宣伝しておくとですね、2007年から美学校で中澤秀樹文献研究という講座を水曜日の晩に開講しております。で、今年度の受講者募集受付中だと思います。この講座は膨大に書いてきた僕の自筆文献を受講者と僕とで読み合いながら進めていくものですということで、よかったら受講してください。で、話を戻しますと、僕の文献群の中に美術史の関連があるというのをさっき言いましたけれども、すでに3冊の著作がありますと。で、89年に近代美術史テキスト、これは500円で売ってて、今日持ってきてますので、販売できます。で、2001年に西洋画人列伝で、これはアマゾンで買っていただければと思います。で、2008年に現代美術史日本編、これは第1版が売り切れで、現在改訂版を執筆中です。で、今日は日本現代美術史というタイトルのレクチャーなので、
この現代美術史日本編にすでに書いた話、さらには改訂版で追加したいと思っている話を、90分で語るということに大体なると思いますが、もう画像など見たのであと1時間ちょっとくらいですかね。1時間くらい押しても大丈夫、8時半過ぎくらいまで。はい、お話ししていきたいというふうに考えています。で、急いで参りたいんですけれども、本題の前に話したいことがあります。それは、美術家なのになぜ私が美術史の本を3冊も出しているかということです。で、それは決して美術史を学びたいからというわけではないです。というのはわざわざ言うのはですね、以前東京都現代美術館でグループ賞をやった時のカタログに中澤とても美術史を学びたがってるみたいな、そういうことを書かれてしまったんですけど、それ間違ってますので、この場ではっきりそうではないということを言っておきたいと思います。というのはですね、私は美術家ですので美術史から教わるというよりもむしろ美術史を作っていく、美術史に教えてやるという側の立場のはずだと思っているからでもあります。で、じゃあなぜ美術史を書くのかというと、それは私が自分の作品解説として美術史執筆というスタイルを利用しているからに過ぎない。で、それがどういう意味かという言いますとですね、例えば岡本太郎が縄文の美を発見したことに、なっております。で、実際その通りではあるんですけれども、それをそのまま時期通りに受け取っているだけでは大事なものを見落としているという構造があります。何を見落としているか、それは岡本太郎が縄文土器を美しいとか、あるいは力強いとか言って持ち上げることが、そのまま岡本太郎自身の作品や価値観の解説に重なっているという構造を見落としている。つまり自分の作品解説になっているからこそ、縄文の美の喧伝者の役目を彼は買って出たわけです。というようなことは自分は当たり前だと思ってるんですけど、他にこういうこと言ってる人知らないので、あまり気づかれてないことかどうかはちょっとわからないですけど、まあそういうことはともかくとしてですね、私の場合もそれと同じです。ちなみに画像の右側は縄文人という岡本太郎が唯一縄文ということを名付けたタイトルの岡本太郎の作品ですね。で、具体的にはですね、左のこの近代美術テキスト、これはオール手書きのシミュレーショニズムの本でありまして、つまりこの本自体が作品となっています。なので、これが解説であるとしたら、これは作品と作品解説が一体となったという、とても奇跡的なオブジェクトであると。で、真ん中の西洋画人列伝、これは前半で色彩と形態、つまりコンピュータグラフィックスにおけるビットマップとベクターの話、これは明日いらっしゃる都築さんと僕とで昨年取り上げた話なんですけど、まあ、ビットマップとベクターの話を美術史という過去に投影するということを前半でこの本の前半でやっています。で、この本の後半では方法主義の核となる道後反復トトロジーなんですけど、その話を、やっています。で、一番右側の現代美術史日本編ですけれども、これには1980年代前半から作風や肩書きまで変遷しながら活動している私自身の美術家人生が当然入ってきているわけです。で、なぜ私が美術家でなくイラストレーターとして出発したかみたいなことが関わってくるわけです。で、さらに言うと、私は循環史観の論者であると、つまり歴史は繰り返すという視点で美術史を解釈しているんですけれども、そうすると80年代以前も当然関係してくるわけですね。
この本はですね、便宜的に1945年の第二次大戦以降を扱っているわけなんですけれども、大体美術史は30年間くらいで周期的な循環を繰り返しているというふうに考えています。となると、例えば今2011年なわけなんですけれども、約30年前、つまり80年代前半に、前半と今の2011年という時代が似ているのではないかと。で、実際私は今そっくりだと思っています。で、80年代前半はグラフィック展とかですね、ヘタ馬の時代だったんですけれども、さらにその30年前となると1955年前後ですけど、その時に何が起きていたかというと、具体の結成があって、数年遅れてアンフォルメル旋風というものが日本中を席巻していました。つまりアンフォルメルとヘタ馬とカオスラウンジやこの前の完結戦が、この循環史観歴史は繰り返すという話によってですね、同列に語ることができるということが、あるわけですね。ですので、先ほどの話に戻るとですね、美術史から受動的に何かを教わるとかではなくてですね、あるいは受動的に学ぶというようなものではなくて、美術史はこのように能動的に自分で組み立て読み取るものであると。で、この美術史は自分で作るものであるというような話はですね、この一番最初の近代美術的と1989年に書いた本ですけど、これの冒頭にも書いてありますので、お読みでない方はぜひお買い求めいただけるとありがたいと思います。で、お待たせしました。ようやく本題に入ります。総論的なこと、そして強調しておきたいことが2つあります。1つが今話した循環史観です。で、もう1つが80年代美術の扱いです。80年代美術、先ほどちょっと気づいたかもしれないんですけど、この本の図版の中では第5章の80年代の図版はたった3つしかなかったんですね。で、僕が慌てて後から追加画像で80年代の図版としてイラストレーションをたくさん出してきた。その扱いについて、これが強調したいことであると。で、これら2つとも私の美術史の特徴となっています。で、見取り図的なことを話しますとですね、日本の現代美術史は、通史としてきちんと語られた本が僕のを入れてまだ4冊しかないですね。で、1冊目は、1979年だったと思いますけど、波留一郎が書いた戦後美術清水史で、2冊目が司馬信用の現代美術逸脱史、これ86年くらいだったと思います。で、3冊目が沢良宜乃井の日本中黒、現代中黒美術、これは、1997年くらいだったと思います。で、4冊目が、2008年の私の、現代美術日本編ということになります。で、僕以外の3冊、この1番、2番、3番ですね、この3冊は正史の体裁ではない、正史って正しい歴史と書く正史ですけど、で、正史、すなわち堂々とした正しい日本の美術史だというようなことはおこがましくて、そんなことを書けるはずはない、言えるはずもないというのが上3つに共通する、態度ですね。で、それはそれでいいと思うんですけれども、私から見ると上の3冊は多少文学作品っぽい作りなんではないかと、あるいは理論立てた項目分けがなされていないような気がしています。つまり何が言いたいかというと、私がですね、自分の美術史で自負していることの一つ目が項目分け、すなわち目次であると。で、歴史とは目次のことであると。歴史とはインデックスだと言ってもいいというふうに考えています。で、私のこの本の目次は、今日これから話す循環史観にのっとった理論
あの循環史観にのっとった、理論的に構築されたモグチのつもりです。一言あのここでちょっと挟みますと、あの先ほど の, あの宮田先生の授業、僕はあのこのパワポを先ほど藤川さんの部屋で作業しながら作りながらちょっと聞こえていたんですけど、多分僕のこういう理論的な枠組みとかあのみたいなものはあの本当はないんだよっていう立場の先生なんだなっていう感じがあのしまして、で非常に面白かったんですけれども、多分宮田さんから見るとちょっと僕のははっきり分けすぎというか、インデックスなんてそもそも歴史にはないのに、それにあえてインデックスをあのつけるというようなことを、要するに宮田さんから叱られそうなことを僕はやってるということになると思います。で、僕はそれも自覚的にあえてあの歴史法則主義の立場をあの取って、あのインデックスをあのつけていく、これは暴力的なことなんですけれども、でもあの語るということは暴力をもともと伴うものなので、あのそれをある意味意図的にやっている。でそうすると見えてくるものがやっぱりあるのではないかという立場ですね。で次にいきます。循環史観なんですけれども、戦前のヨーロッパ美術の歴史はどの程度皆さん、前提として喋っていいのかちょっとわからなかったんですけれども、表現主義というあのフォービズムとかですね、あるいはドイツ表現主義のようなあの色彩で描き殴るものが、20世紀初頭に起こりました。でそれがあの急にあの出てきた後、すぐにデュシャンなど の, あの反芸術、あるいはダダと言われるようなですね、あの反動的なものが起こりました。でその後、長い時間がシュルレアリスム、あとそれから抽象絵画、それらが共存するあの時代というものがあったと。でこの戦前のヨーロッパ美術 の, あのサイクルは非常に分かりやすいと僕は思っているんです。で似たようなサイクルがあの実は戦前のみならず戦後の、ヨーロッパあるいはアメリカ、あとそれから日本でも起きているぞというふうに見ることができる。でここであのもうちょっと汎用性を持たせてですね、表現主義を前衛という言葉で言い換えて、まあ、反芸術は反芸術なんですけど、でシュルレアリスムと抽象の時代というのがあのいろんなものが同時に共存している多様性の時代であるというようなあのことで、要するに前衛という運動がまず起きて、それに対して今度は反芸術が出て、その後多様性の長い時代があるというこういうあのものでワンクールだとするとですね、このクールを何回か美術史は繰り返している。でこれを下に書いてありますけれども、前衛あるいは表現主義が生まれてくるような力、あるいは物を何もないところから生み出すような力、非常に熱いものですね、そういったような運動で、それに対してそういうのはかっこ悪いぞみたいな、一切生み出すようなものに対してニヒルな態度を取るというものが、要するに死を突きつけるみたいな態度が反芸術の態度で、それを死というふうに、比喩的に言っています。そうするとですね、その後 の, あの多様性の時代、その多様性の時代はあの豊かな時代だというような言い方がよくされるわけなんですけども、逆に言うと表現主義や反芸術の熱いイズムがですね後退しただけであって、僕から見ると死後の世界は何でもありみたいな感じの世界のように見える。なのでこれはイメージ的に生、そして右矢印、死、右矢印、死後のサイクルというふうに考えています。
でこれが、20世紀初頭からですね3回繰り返されているというふうに考えていたわけなんですけれども、なんと新しいことに、これは今日の、あのこの講義で初めて言って発表することなんですけど、で僕は去年の2010年から4サイクル目に突入しているんじゃないかというようなことを考えています。で、これをですね、さっきの章立てに合わせてですね、語るとだいたいこういった構造になりますね。一番上のところに生死死後というところにあって、で、僕の先ほど出てきた第1章から第8章まであるのは、こういう構造、第2章、第3章、第4章が生死死後に相当する、第5章、第6章、第7章が生死死後に相当する、で第8章というのは新しい生が2010年から始まったように考えることができるのではないかと。でちなみに第1章というのはもともと死後の世界の中の途中である第二次大戦から始めているので、第1章がああいう形のようになっています。ここに、次のものを追加するとこういった形になりますね。第2章から話すと、第2章は前衛である、で第3章は反芸術である、で第4章が多様性である、これが何々と多様性っていうので、第4章は還元主義という言葉と多様性という形でちょっと捉えている、で第5章が、脱前衛、トランスアバンギャルディアと言いますけれども、この脱前衛というのは前衛ではない、前衛を脱すると書かれているんですけれども、僕の美術史の中での解釈はこれは脱前衛という名前の前衛だったというふうに考えています。で次第6章再現芸術、これは村上隆らが出てきた時に、村上隆と小沢剛と、あとそれから僕あるいは中村雅人で、スモールビレッジセンターというグループを一時期結成して活動したことがあったんですけど、でその時にできてきた造語が再現芸術だったんですね。で、これはすでにある芸術をそのまんまなぞってやる、なので何のオリジナリティもないというようなことで反芸術の一種というつもりでやってたものです。これも独特な用語です。で第7章マニエリズムと多様性、これも何とかと多様性の多様性ということです。で第8章が、とりあえず新しいので新前衛と名付けているというところです。で、第1章、これは戦前のシュルレアリズムを引きずった多様性の時代であるというような構造になっていると。で、これに今年代をですねきちんと言えましたけど、第1章は第二次大戦が1945年に収束ですから、45年から55年体制になる直前50年までで、1955年体制とともに美術の方も前衛が始まる約5年間、でその後第3章反芸術ネオダダの時代なんですけど、これは約4年間、でその後1964年から79年という長い時間、これがまた多様性の時代になっていると。でまた短い、表現主義の時代、脱前衛ですね、第5章80年から84年、でその後85年から94年までを次の、反芸術の時代である再現芸術として捉えています。で1995年、これは奈良良朝が出て阪神大震災があって、松本サリン事件じゃなくて地下鉄サリン事件、まあ、両方ですけどサリン事件が起きたのが95年ですね。でそこから2009年までが長い、多様性の時代だったと考えています。で2010年からまた新しい時代に変わったんではないか。でこういう表の
良さは横に見るだけじゃなくて縦にも見えることですね。でこれが非常に僕の見方美術史の特徴なんですけど、僕は理論立てて考えることができるんではないかというのはこういうふうにまとめることができるからです。で、さらに、細かいものをですね入れましたけど、これはちょっと見にくいだろうと思いましてですね、これは実はさっき宮田先生のを聞きながら作ってたんですけど、書き換えましてですね、この方が見やすいと。で細かい字をちょっと読んでみます。第1章、45年から54年の多様性の時は、これ敗戦後の美術の状況であると。で次55年から59年は具体あるいは吸収派あるいはアンフォルメルがあったと。で60年から63年反芸術、これはネオダダとハイレートセンターということでまとめています。あとそれから第4章、還元主義と多様性のところは、モノ派、概念派、美教徒、それぞれ名だたる美術の中の運動の名前ですね。あと第5章、80年から84年、中澤美術史の特徴である部分ですけど、ヘタウマ、パルコ、超少女、このヘタウマとパルコはイラストレーションの分野で起きたことです。これは後でもう一回話します。で第6章、85年から94年までの時間、これは再現芸術、これは関西ニューウェーブから東京ポップへというふうにタイトルつけましたけれども、関西ニューウェーブの中には森村康政などが入ってます。 あとダムタイプとかも入ってますね。あとそれから東京ポップという名前は、これは沢良宜之はネオポップと言っているものです。あるいは東京シミュレーショニズムという名前をつけてもいいかなとも思ってたんですけれども、ここで一つ断っておきたいのは、僕の美術の中ではダダとポップアートをかなり同列なものだとして捉えている、両方とも反芸術の一つだと考えている。ダダとポップアートには形態的な非連続性はあるんですけれども、他の芸術群の中に置いたときにダダとポップアートをむしろ区別しないくらいの方が正しいんではないかというふうに書いてますので、なので東京ポップというのがこのダダの項目の反芸術というのは全体的にダダなんですけど、その項目の中に入っているということです。で1995年以降、スーパーフラットという村上隆が打ち出した考え方、あとそれから全体的に快楽警告が出てきた、あとそれから僕は方法主義というのをやってましたけど、ネオコンセプチャリズムにあたる作家も出てきていた。で第8章、カオスラウンジとあと先日の完結編をここで入れておきたいというふうに考えます。で、ちなみにですね、20世紀全体一番上のシュルレアリスムと多様性の左側もちゃんと語れるんだったら語ってよと言ってほしいだろうと思いますですね、今日作ってきました。この一番左側の列ですね、縦の列、前衛にあたるものとして前史 A としてですね、1910年代、この時フューザン会というものが日本の表現主義として出てきましてですね、でさらにそれに続いてソード社の活動とかがありました。で、前史 B、 これ次の項目ですけれども、これはやっぱり戦前もですね、まだそんなに日本で美術が盛んに行われていたわけかどうかちょっとわからないんですけれども、反芸術というのがこの前衛に引き続いて行われてきた、これは大正期新興美術運動と呼ばれているもので、マボなどが入っています。で前史 C、戦前戦中の多様性、これ1930年代から40年代、シュルレアリスムが出てきて、あとプロレタリア美術が出てきて、あと戦争がですね、この 戦時中はね、これらみんなこの多様性の時代の中に入っているということです。
これもあのこの本の中には入ってなくて、あの今初めてあの表にしているものです。で、この表のですね、あの前史 C と第一章の間の棒は第二次大戦を意味するわけですけど、本当はその棒がない方があの正しいだろう、ここまで表が描けているんだったらということで、つなげると、まあ、前史 C からあの第一章までちゃんとつながると、まあ、そこに第二次大戦が入ってくるんですけど、要するに第二次大戦は芸術にとってあんまり影響がなかったというふうに考えてよいかもしれない、ちなみに第一次大戦はあのダダを生むというあの非常にあの芸術と密接に関わった戦争だったというふうに指摘されているんですけど、第二次大戦はこれ世界的に見てもそうなんですけど、実はパラダイムシフトは第二次大戦では起きてない。で、例えばヨーロッパの美術家がアメリカに渡ったその影響とかっていうのはあるわけなんですけれども、だけどその時に急に全然違う美術が出てきたっていうことはちょっとないわけなんですね。これはちょっと余談です。で、これは西洋画人列伝、僕の2冊目の著書の中の、20世紀美術についての部分 の、 あの冒頭なんですけれども、この右下にもですね表がありまして、で、これは西洋画人列伝ですから西洋の美術なんですけど、西洋の美術史でもやっぱりこういう表がちゃんと描けると、第二次大戦前にも、生死死後、まあ、表現主義的なもので、あと反芸術的なもので、その後多様性の長い時代というサイクルが西洋でも描けるというようなことを表している部分です。これは日本現代美術史と関係ないんですけど、まあ、要するに日本の現代美術史は日本独自でできたものというよりも西洋で進んだモダニズム、あるいはモダニズムに対するアンチ、あるいはもうモダニズムなんて終わったというポストモダニズム、すべてモダニズムをめぐる動きなわけなんですけど、その動きの中の一つの亜種として日本の現代美術も語れるはずなんではないかということです。なので日本現代美術史というタイトルをつけるよりも、僕は自分の美術史のタイトルに現代美術史日本編というタイトルをつけたのは、まず最初に現代美術史があると、でそれの日本パートであるというような認識を持っているということで、そういう著書名になっています。で、総論と協調の一循環史観が以上で終わったところです。で、2番目、80年代美術の扱いというのがもう一つ強調したいことです。で、2番目の方です。80年代美術の扱い、私が自分の本で自負していることの2つ目は80年代美術の扱いである。で、もっと正確には、美術と呼ばれず、その俎上に乗せられてこなかった、ヘタウマイラストレーションやパルコの日本グラフィック展の流れを、むしろ当時の日本美術の精神であるというふうに位置づける。で、ここでですね、若い受講者のために注意事項を述べておかなくてはならないということが分かったので述べておきます。先ほどから私の肩書きと絡めてイラストレーションの語と美術の語を使い分けていますけど、ずっと長い間イラストレーションと美術は別物でした。で、具体的には美術がハイカルチャーで、イラストレーションがサブカルチャー、でイラストレーションを他にイラストと略したりします。で、美術の文脈ではイラストの語は非暴語であったと。例えば、誰かの絵をイラスト的だ
と言ったらそれはイコール美術ではないを意味するけなし言葉でだったということがあります。あるいは、こういう絵を描きたいんだったらイラストレーターにでもなればっていう言い方があったんですけど、これは版語として用いられていました。かつてはちゃんと版語として機能していました。最近の若い人にそれを言ったら、おっしゃる通りです、イラストレーションの仕事をやりたいです、紹介してくださいとか言われて版語として機能しなかったことがあったので驚いたんですけども、でこれは外国でもそうです。で日本でも戦前の梅原龍三郎の時代からずっと美術とイラストレーションはこういった意味で使い分けられています。梅原龍三郎が二期展じゃなくて何だっけ、二科展に行って、それでなんかみんななんかそれぞれ綺麗なんだけどこれじゃあイラストなんじゃないのっていうことでけなしてる記録とかちゃんとあります、といった話なんですけど、ところがですね、美術とイラストの語に区別がなくなって、でイラストという言葉に誹謗的意味合いがなくなってきてます今。でそれは日本では1995年に永吉友が出てきて、でそれを小山富雄が美術と呼んで OK というふうにした瞬間があったんですね。でそれ以来のことです。で逆に言うと、80年代にも奈良吉友みたいなタイプの絵はたくさんあったのですけれども、それらはイラストと呼ばれて美術とは呼ばれていなかった。で、今の若い人たちはですね、美術とイラストの差別的ニュアンスとか全く知らないみたいなので、知識としてですね、かつてイラストはけなし言葉だったということを知っておいてほしいと思って、ちょっとここで強調します。で明日都築淳さんがですね、日本イラストレーション史をこの講座でされますけれども、彼はですね、上位概念の絵という言い回しを使ったりしています。でこれは美術とイラストの語がこのように勝手に内包しているこういった意味合いを踏まえた上でですね、この意味合いを取っ払いたいときに上位概念の絵という言い回しを使っているというふうに彼は説明してくれたことがあります。で、話を戻すとですね、1980年代のヘタウマもグラフィック展も美術ではなくイラストレーションの分野で起こったことだったのです。なので美術の側からはなかったことになっているという、あるいはあったことさえ知られていなかったと。で例えば国立近代美術館の常設展カタログには簡単な美術史の概説が書かれていますが、そこには80年代は不毛でほとんど何もなかったというふうに記載されています。あるいは千葉茂雄の本でもそういった記載がされています。あと先ほどの東京都現代美術館の所蔵品の中にも80年代作品はほとんど含まれてないわけですね。で僕から見ればですね、それはヘタウマやグラフィック展がイラストという呼び名のせいで美術の人たちに見えていなかったからだと思っています。で、沢良宜乃さんのみが、最近になってようやくですね、この問題について言及し始めています。ただまあ僕は1989年のこの近代美術テキストで言いたかったことがそれだったので、僕は89年の近代美術テキストからずっとこのことを言い続けています。でそうすると80年代の海外の美術と日本の美術のつながりが分かるということが一つあるんですけど、それ以上に僕が重要だと思っているのは、90年代の村上隆やネオポップの動向がですね、80年代のこの視点がないときちんとつながらないことです。あるいは80年代にこの視点を持ってくればちゃんとつながってくるんですね。であともう一つひねくれたことを言いますとですね、反芸術という考え方からわざとイラストレーターを名乗るという立場が当時はありえたわけなんですね。
で僕が最初イラストレーターという肩書きを用いていたのはそういう理由からだったということがあります。で、各論サクサク進んでいきたいと思います。第1章、シュルレアリスムと多様性、1945年から54年敗戦後の美術状況、これはさっきから何回も出てきたところですね。で、ここから先がですね、あんまり僕のこの講義に向けた準備がなされてなくてですね、この中の小さい項目についてパワーポイントで用意しているだけなんですけど、まあ、これをちょっと見ていきたいと思います。シュルレアリスムと多様性のこの1945年からの時代ではですね、まず美術家にも戦争責任があったのではないかということで有名なのが藤田嗣治を追放したという美術界が藤田嗣治にですね戦争画家というレッテルを貼ってそれで美術界から追放したという事件がこうあったんですね。でそういった事件とともに戦前の続きとして二科会が再興したりあるいは文典という文部省ですね、今の文部科学省の前の文部省の、主催する展覧会がまた敗戦を復活したりとかですね、そういったようなことが矢継ぎ早に行われていたと。でその後、ところがですね、ヴェネツィア・ビエンナーレに参加したということがありまして、でヴェネツィア・ビエンナーレに参加した時に日本のこの現状が全然世界の現状と違うということで非常に大問題が起きたと。でそこから日本が、日本の美術がどういった道をたどっていくのかという試行錯誤が始まると。で、試行錯誤としてはですね、1Cになりますけれども、この思い出というのは鶴岡正夫の絵ですけれども、シュルレアリスムの系統、これは戦争の期間中弾圧されてた分野なんですけれども、その弾圧されてたシュルレアリスム絵画がむしろ日本の敗戦後の状況をよく表しているのではないかというようなことをですね言われまして、でそこから真のリアリズムとは何かという論争がこう起きてくる。で一方その時に活動を始めたのが岡本太郎であったというようなことが起きている。で、さらにそのリアリズム論争を受けてですね、次の1の D ですけれども、ルポルタージュ絵画というものがこう一種のリアリズムですね、それができてくると。あとそれから密室の絵画、これは河原温の初期の作風ですね、それが代表的ですけれども、まあ、それに似た閉塞感を表すような美術というものが出てきた。でさらに戦前から活動していたシュルレアリスム評論家の滝口修造がですね、評論活動を復活し始めてですね、で実験工房という団体が当時できたと。でこの実験工房は後のマルチメディアにつながる動きをするわけなんですけれども、この実験工房の文脈はむしろシュルレアリスムよりも抽象美術の方に近い活動を結構やってたと。という形で、まあ、いろいろ多様な戦後の美術というのが状況が できてきたということです。一応ここ第1章の図版見ましょうかね。これが岡田健三、ベネツィア・ビエンナーレに持っていかれたものですね。あとそれから日本画も再興したと、
東山会で、これがさっき言った、思い出の鶴岡正夫ですね。で、これがシュルレアリスムの系譜のものです。で、時代の閉塞感を当時表しているとされたと。で、アベノブヤも同様ですね。で、一方で岡本太郎が活動を開始したと。で、これがリアリズム論争などの、一つの成果であるルポルタージュ絵画ですね。これは、アメリカ軍に対する抗議デモを行う人たちを描いている。で、これはダム建設中であって、そのダムを描いている。で、これは密室の絵画ですね、石井茂雄という人です。で、その他にも、いろいろな多様性としてですね、これは芥川沙織、岡本太郎らと一緒に活動した、あと桂由紀、コラージュですね。で、戦前は抽象美術も復活しましたと。で、これは実験工房の人ですけれども、山口勝弘ですけれども、メディアートにつながる最初の作品、抽象の系譜ですね、どっちかというと。これも実験工房ですね。で、同じく実験工房の中には版画をやってた人もいる。あと滝口修造が関わったですね、読売アンデパンダンデンというものがスタートするんですけど、そこで出てきた作家として藤松博史、この人は竹宮画廊という滝口修造が仕掛けた画廊でもやった戦後の新しい新人だったんですね。で、同じような新人として永久という人もいましたというような形ですね。で、話を戻してですね、第2章の方に、いきます。前衛、具体、吸収派、アンフォルメで、見栄、具体美術協会というのが芦屋にできましてですね、で、それが55年結成です。で、55年から57年まで、非常に純粋な形で、非常に前衛的な活動をしたと。吉原二郎という人がですね、具体というグループの統括者であったと。で、彼は言ってたことがありまして、それは、一切真似はいけないよというような、これは藤田嗣治の教えだったらしいんですけれども、一切真似はいけない、すなわち今までになかった絵を描けということを自らに、さらには具体のグループ全体に強いた、それを強いたというかね、それを主義としたわけですね。今までに見たこともないものを作らなければいけないと。で、この発想はさっきの話、循環史観的にどことつながるか分かりますか？生死死後で生の部分ですね。要するに今まで何もないところから作り出せというようなことが定義となっていたということです。ちなみに反芸術はレディメイドという手段などをとって、今までにあったものに新しいものを付け加えることをするなというのが反芸術だから、主義思想的に具体と反芸術は全く逆なわけですね。で、先に話だけしちゃいますけど、 2B 吸収派というものも急に出てきました。で、九州派はですね、作品が残されていなかったりするような、グループなんですけれども、
1956年にですね、結成されて、で、菊畑木馬などが活動した、非常に前衛の色の濃い過激なグループです。で、ちょっと一般論的な話として前衛と地方性という論が西に入ってきています。これは要するに、むしろ前衛という過激な、前衛というのは過激なもので新しく生み出されたものであって、で非常に悲壮な意志とも共にですね、前に突っ張ったとんがったことをしようというものですけど、それが東京よりも地方で起きてきている。具体は芦屋ですし、九州派は福岡ですし、でさらに変なことを言うと、九州派の福岡の九州派にさらに反旗を翻して最もさらに前衛的なもので雲というグループがありまして、集団雲、集団と言ってながら一人でやってるグループなんですけど、それはさらに北九州の山奥にまで入っていくというふうに、地方で前衛が、できてくるというか、地方のアイデンティティと前衛が被るというような構造というのがあります。これはロシアヴァンゲルドの時にも言われてたものみたいです。だからそういったものをちょっとやってます。あとそれから 2D ではアンフォルメル旋風、これは、具体にちょっと遅れるんですけれども、結局東京でですね、海外のアンフォルメルという、抽象表現主義という動向が紹介されてですね、でそれに日本の美術家が一斉に追随を始めてしまったという事件が起きたんですね。でさっき第1章で見たいろいろな密室の絵画とかね、ルポルターズ絵画とか、いろいろな多様性の中に当時の美術界があったんですけど、一斉に東京で海外からの影響でアンフォルメル絵画を、描き始めてしまったという事件が起きた。でこのアンフォルメルという作風はですね、アンフォルムですから形がない、要するに色だけで絵の具をぐちゃぐちゃ と塗りたくったようなものであると。で、2A のところでですね、具体美術協会の活動が1957年までと区切ってあるのはなぜかというと、具体の美術家たちもアンフォルメルの運動の中に取り込まれて、で1957年以降アンフォルメルの一翼を担うように変わってしまったわけなんですね。なのでアンフォルメル旋風というのが来た。でこれは海外追随ということでですね、日本では非常に否定的に語られます。先ほどの3冊、ハリウイチローさんの著書でも、あるいは千葉茂雄さんの著書でも、あるいは沢良宜さんの著書でも、このアンフォルメル旋風は苦々しく語られるものなんですけれども、僕はちょっと別の話ができると思っていて、アンフォルメルで逆に自分もこれで絵が描けると難しい、ルポルタージュだとか、なんか政治的なこととか考えないでこう絵が描けるぞ、物質と戯れた絵が描けるぞといったような意味もあったと思うんですね。あるいはアマチュアでも描けるような部分というのがあると思う。でこのアマチュアでも描けるみたいなことが、実はこの、先ほど見た一番左の縦の列ですね、表現主義の時代、あるいは前衛の時代の特徴です。アマチュアが入ってくる、あとそれから若い表現者が一挙に入ってくるというようなことが起こるのが、この前衛の時代の特徴です。で世代交代もあるわけですね。でアンフォルメルは西洋追随なんですけれども、それは西洋追随ではないと、日本には書道の歴史などがあって、アンフォルメルは書道の歴史みたいなものとすごくつながってるんだみたいなような、理論立てができるわけ でむしろアンフォルメルと東洋というつながりでですね、語られるというようなことも当時あったと、それは 2E に書かれています。でこれをまた画像を見てみましょう。
これ具体の一番最初の頃ですね。あの穴を開け、穴が開いてるんですね。これキャンバスに。フォンタナより早くやってます。で、あとこれは具体ができる直前に金山明が書いていたものです。あとそれからこれは中にベルが入っていて音が鳴ると。これはもう新しくなければいけないという具体の作家の特徴ですね。もう全然絵画とか彫刻とか既成のものと違うようなことをしよう、じゃあ音を使ったものはどうだみたいなようなことが出てきていると。でこれは具体の白髪和夫で、足を使って絵を描いていて、これはアンフォルメルの典型でもありますね。足で描くっていう点が今までになかったことをやれっていうようなことなんだけど、結果としてフォルムのない物質あるいは絵の具の塗りたくりというようなことになっていて、これはとてもアンフォルメルとも合うわけですね。でこれは具体の田中敦子ですね。これも具体の元永定政、もうアンフォルメル風になった後ですね。これは九州派の菊畑木馬が作品は捨てちゃってるんです。当時は捨てちゃってるんですけど、これは東京都現代美術館に入るにあたって再制作したものです。逆かな、再制作したから東京都現代美術館が買ったのかもしれないです。これは今井利光、この人はアンフォルメル旋風の時すでにフランスにいて、でフランスでアンフォルメルをやってるので、なので自分は西洋の真似ではなくて生粋のフランス人としてアンフォルメルをやってるんだっていうような感じのパターンですね。で、これはむしろ日本画の方の動向ですけど、不動茂谷、書と日本画とあとアンフォルメルの影響などもあったり、あと日本画自体が現代美術に影響を受けていたりします。でこれは書の非対南国で、これは文字に見えないと思いますけれども、実際この非対南国が初めて文字でない書道みたいなものを始めたわけです。でそれとアンフォルメルは結果的に非常に近いわけですね。でこれは吉原二郎の作品です。でどんどん進みます。次は第3章ですね。第3章ハンゲイズネオダダとハイレッドセンターで、これも5つサブの項目を立てています。3A、ネオダダイズムオルガナイザーズという、活動をですね、1960年に篠原牛尾たちが始めたと。で、彼らがこう出していたのは読売アンテパンタン展という展覧、アンテパンタン展があったんですけれども、そこにですね、芸術の体裁をなしていないようなものがどんどん出品されることに なってきた。でこれはアンフォルメルの時に生まれた若い表現者たちがそのまんまアンフォルメルではなくて、むしろネオダダというかですね、反芸術の方向性に移行してきたと。でもう物質の書き殴りですらなく、もうゴミを出してもいいんじゃないか、あるいはことでもいいんではないかとか、いろんな方向性がこう出てきて、作品らしくないものがいっぱいこう出てきたということがあって、それを受け入れてた東京都美術館がですね、読売アンデパンダン展をもう処理しきれなくなって、でいろんな問題があったんですけど、まあ、それが1964年に、廃止されたと。で、廃止されるのはこの反芸術のもの、作品ではないようなものが盛んに出てきたせいなのは明らかなんですね。で、その反芸術のグループの中から
ハイレートセンターというアーティストユニットが生まれました。ハイは高松二郎の高いという字、レートは赤瀬川源平の赤という字で、センターは中西夏行の中という字、そこから取って3人のあのグループハイレッドセンターで、ここからあのポップアート的なものへの移行が始まってくるんですけれども、最初の半芸術は単に、めちゃくちゃやろうというような形だったのが、むしろ、スーツにネクタイ姿を着て芸術なんて古いねっていうようなあのいでたちをすることの方があのかっこよくなってきたというような、ものがあります。ただこれも抗議の反芸術ダダの、一部というか、むしろハイレッドセンターの方が真の反芸術で、ネオダダイズムオーガナイザーズがやってたことはアンフォルメルの慣れの果てとしての反芸術みたいな、ちょっとしたニュアンスの違いがあります。でさらにハイレッドセンターが出た後、ポップアートにこのネオダダのグループの作家たちが移行していくわけですね。そのままで、それまで作品なんか作らない方がかっこいいというか、作品っぽいものを作るということがかっこ悪かったのが、急に、商業的な画廊で売れるような体裁のものを作り始めると。ただその時に非常にハードエッジであって、ハードエッジというのは非常にはっきりした形であって、で具象であって、マリリン・モンローを描いたりするようなものが海外 の, あのポップアートであるとしたら、日本では何を描くかみたいなようなことがあったんだと思います。でそういったようなことが起きてきたと。で、そういった流れがですね、読売アンデパンダン店の廃止から、逆に冷たい方向性、クールな方向性に、行った人たちなんですけど、その裏側で読売アンデパンダン店の、めちゃくちゃな、暗黒的なものをですね、そのまま受け継いだというか、それを保った地方のグループというものもあって、それは3E で書いてあるゼロ次元だ、あるいは他の地方のグループですね、そういった人たちがいたと。そういったことが述べられています。でこれらも、もう一回画像をちょっと見てみましょう。これは篠原牛尾が80年代に描いた絵ですね。60年代の話なんですけど、80年代に描いた絵を出してくれっていうんで、仕方なくこっちを載せてます。でこれは吉村正信、ネオダダの、グループの人なんですけど、この人が後にポップアートのアーティストになってしまった後に作品っぽいものを作った時にこうなったと。これは万博芸術に移行していくものですね。でこれは荒川周作のネオダダ期 の, 非常におどろおどろしいものです。でもこれでもすでに非常に作品っぽいということで、この作品を作ったせいで荒川周作はネオダダのグループから除名されたと。でその後海外にアメリカに行ってダイアグラム絵画を作り始めたと。全くこれとは全然違うものを作り始めたと。あとこれは三木富雄ですね。ポップアートネオダダの連中と仲がいいんだけれども、ポップアート的なニュアンスを最初から持ってた作家です。これもネオダダですね。でこれは、当時の、フルクサスという運動が海外であったんですけど、そこと関わっていた小野陽子ですね。でこれはハイレッドセンターのセンターの中西夏行、ハイレッドセンターのハイの高松二郎、ハイレッドセンターのレッドの赤瀬川源平は、作品掲載を拒否したので作品はないです。で、これは福岡道夫、細かく説明していくといろいろあるんですけれども、この人は作品を作らないということを考えるみたいなことに進んだ人ですね。で愛をだんだんここから先はポップアート的なもので、
大勢の、ハードエッジな具象絵画が出てきます。愛を、あとそれからこれは中村博史、この人はルポルタージュ絵画の人だったんですけれども、あの反芸術のポップアートの時には違った作風に変わっておりまして、まあ、女子高生描いていますけど、この女子高生描く系譜はその後相田誠に受け継がれてるんではないかみたいにちょっと思いますけどね。であと村上義雄で、草間彌生とか小野里とか、吉中多田南などを、ここにこう入れています。篠田森を磯田で、版画もあの当時ありました。あとこれ立石タイガーですけど、先ほどの中村博史とともに観光芸術研究所という、グループを結成して、ポップアート的な動きをした面白いグループでした。でこれは谷川浩一、非常にイラスト的なものが出てきたと、版画もあったという形ですね。で次、第4章に行きますけれども、還元主義と多様性、モノ派概念派美教徒、64年から79年の非常に長い時間ですね。で項目が、A から E の、5つあります。で、まず A、B が概念派で、概念、これは物事のことっていうか感じの方ですね。あるいは考え方とかコンセプト、コンセプチュアルアートに相当するような方向性のものです。でそれに対して 4C のモノ派、このモノがひらがなだったりカタカナだったりするんですけれども、これは結局物質という意味 の概念に対する物質、あるいは物事におけるものの方、そちらをあのクローズアップしたもので、これらがあの共存するわけですね。この時代には共存するというか、共に出てきたと。でさらに、それらが出てきたことを受けてですね、ポスト概念派あるいはポストモノ派といった人たちが 4D で出てきて、でその時に、さらに、学生紛争の時代だったので、全教頭があるんだったら美術の方でも美教頭というのを作るぞといった二人組もいたりしたわけです。二人組じゃないですね、美教徒は何人もいましたけど、代表的なのは彦坂直義と堀光斎 で、彼らもあの制作しないみたいなことを受け継いだりとかして、反芸術 の制作をのことを真に突き詰めて考えると、制作しない方がいいんじゃないかというようなことを言ったりとかしてる人たちですね。でこの第4章の、タイトルになっている還元主義ですけど、この還元主義というのはあの物事を突き詰めて切り詰めてあの考えていくと、で最終的に、捨てられるものはどんどん捨ててって、残るものがあればその残るものだけをやろうという考え方です。でこれは、グリーンバーグ的な意味におけるモダニズムと同じ意味です。モダニズムという言葉にはいろんな意味がありますけれども、美学におけるモダニズムはこの自己批判をすることによって、自己批判をしてもまだ残るもの、それがあるんだったらそれだけを見ていこうと、そうすると絵画とは何か、あるいは美術とは何か、彫刻とは何かという問題を突き詰めていくことになるわけですけど、そういった傾向というのがこの反芸術などにこう強く出てきたわけですね。で美術とは何かということの回答として2つあったとしたら、まあ、1つは美術とはコンセプトなんではないかという方向、あとそれから美術とはコンセプトなんかはもうどうでもよくて、というかコンセプトはむしろ邪魔なんだ、コンセプトではなくて美術は単に物がそこにあるだけなんではないかというようなことで、むしろ美術とは物なんだ。でその2つとして概念派と物派の両者がきれいに現れたというふうに考えることができるわけですね。そういった概念派と物派、これらは結局戦前のヨーロッパで言えば抽象絵画の流れをしっかりやると
あのコンセプタリアートと、あとそれからモノ派はミニマリズムに近いんですけど、ミニマルアートに近づくみたいなようなあの話だと思います。ところがそういったことを突き詰めると、結局だんだん、逆にモノ派のやり方を利用した次の作品っていうのを作る人たち、あるいは概念派のやり方を利用した次の作品っていうのを作る人たちというのがたくさん出てきて、それがポストモノ派とかポスト概念派ですね。でそういうようなことによって、一時期美術全体の動向は反芸術まで行ったんですけど、だんだん、美術の世界の中で反芸術ではなくて美術やろうよということで、だんだん何でもありになってくる。で何でもありになってくると、あの絵画などは反芸術の時代にはとてもあの忌避されていた、かっこ悪いという時代だったわけなんですけど、60年代は、再びまた絵画を始めるというようなことが起きてくる。それが 4E の絵画回帰 で結局多様性の長い時代があの生まれてくるという、見取り図になります。作品をもう一回見てみようと思います。これは松沢豊ですね。概念、日本概念派です。諏訪湖が凍って、その凍った上で儀式をやってます。でこれは川口達夫、これはグループイという、河原で穴を掘って、その後穴を埋めたということだけをやったグループの、棟梁です。でこれは柏原悦友、美教徒の人ですね。でこれはあのモノ派の出発点になった作品として有名な関根信夫の位相大地という作品です。向こうがあのこっち側の穴の中の土を掘って、でそれを向こう側に積み上げただけ。でこれはあのそう聞くと非常に概念的なんですけれども、これが非常にバカでかくて、で圧倒的な威圧感があったりとかしたんだと思います。あの実物はもう壊れてないわけなんですけれども、でその圧倒的な威圧感から逆に、概念的なことではなくて物の佇まいを見ようとしたのがこれを見たリー・ウファンで、リー・ウファンの言説からモノ派が始まった。リー・ウファンがこの関根信夫の位相大図を見たことからモノ派が始まったとされています。でこれがリー・ウーファンですね。でこれはそのモノ派と、さらにそのモノ派の後の人たちになってきますけど、小清水、あとモノ派の須賀吉雄、彼らに影響を与えた斉藤義寿、あとモノ派の芸大バスの榎倉浩二、あと高山昇で、これが美教徒の彦坂ですね。美教徒は作品を作らないみたいなことを非常にちゃんとやってた人たちなんですけれども、その後限定的に作品を作り出して、で結局彼らが作品作りを OK にしてしまって、何でもあり的になってきた。でこれは彦坂さんが作品作り始めた頃のものですね。でこれは堀光斎で、コンセプト、これはポスト概念派ですね。市議号、片方が写真で片方がそれをなぞったアクリル絵画ですね。でこれもポストモノ派ですね。この辺はポストモノ派とはちょっと違う人たちも入ってますけど、もう多様性の中で似て見えてくる人たちです。で陶芸もあります。これは陶芸です。で、さらに絵画回帰として辰野トエコを取り上げています。あと諏訪の、これも絵画回帰ですね。で絵画回帰とポスト概念派のあたりの人、あとこれも絵画回帰、山田正明ですね。で宇佐美啓司で、絵画回帰の中には、スーパーリアリズムという流れも当時一世を風靡しました。手当たりで、次が
第5章になります。で、脱前衛80年から84年ヘタウマパルコ超少女、うん、で、僕は本の中ではちょっと理論的なことばかり書いてるんですけれども、この時代はポストモダニズムということが非常に叫ばれた時代で、ポストモダニズムというのはもうモダニズムの時代は終わったんだと。で、アンチモダニズムをやっても結局モダニズムに回収されてしまうから、アンチということは言いたくない、単にもうモダニズムの時代の後なのだと言いたい、なのでポストモダニズムなのだという、言われ方だったんですけど、後から振り返ると僕はポストモダニズムという名前のモダニズムがまた出てきたというふうに考えた方がむしろ正確だと思います。で、日本のポストモダニズムには、美術の内部と美術の外部と、要するに内部というのはハイカルチャー、外部というのはサブカルチャーと、その2つが2つにポストモダニズムが現れたと。で、美術の内部の方でも、ポストモノ派あるいはポスト概念派の延長としてインスタレーションというジャンルが新たに盛んだったり、あとそれから吉沢美香や美からの超少女と呼ばれる人たちが出てきたり、あとそれから大竹新郎らが新表現主義という海外の動向にこうした新たにまた絵画を自由に描いていくというような動きが出てきた。要するにここで時代がまた明らかに変わってるんですね。ここでまた新たに何でもやっていいような感じになってるんですけど、ただそれは美術の内部よりも 5C の美術の外部、こっちの方に実は日本は非常に顕著に起きていたはずである。美術の内部の方は非常に力は弱かったのではないかと。で、具体的に新たな表現者はみんなサブカルチャーの方向性に行った。で、先ほどちょっとパッと見せましたけれど、パルコの日本グラフィック展というのが当時スタートしましてですね、で、そこに、何千人もの応募者が集まって、そして絵を出品するというようなことがこう出てきたと。ただその絵というのはイラストレーションの文脈で起きていたと。で、そのちょっと前からヘタウマという概念を提唱した湯村照彦はイラストレーションの分野におりましてですね、このヘタウマという言葉は今はもう一般語になってますけれども、もともとはイラストレーションの中の湯村照彦が使い出した用語ですね。で、ヘタうまいと、下手なようで実はうまいというような意味に解釈してもらえばいいと思います。4つの位相を考えるとすると、一番良いのが下手なようだけど、まあ、そこが実にうまい、要するに素人はあこれなら自分でも描けそうだなっていうふうに思うけれども、玄人から見るとあこれはなかなかどうして実は真似を許さんぞみたいなうまさがあるみたいな、そういったような感じで下手馬と。で、下手馬の次にじゃあいいのは何だろうか、次は下手なようで実際にも下手だというのが2番目に良いというのが湯村照彦が新しく出してきた言い方ですね。要するに見かけが下手ということが非常に大事なのだ、そっちの方が勢いがあるというような。で、ヘタ馬が1番良くて、2番目に良いのがヘタヘタで、3番目に良いのはウマウマですね。まあ見かけがうまいんだったらとことんうまい方がいいだろうと、うん、で、4番目がウマヘタ、これはうまいようだけれども実はこれは小手先はうまいよ確かに、だけれども書こうとする気持ちでは全然なんかいやらしいんじゃないみたいなようなのが馬下手で、この馬下手というのは僕はマニエリスムという用語で呼んでもいいと思っていますね。技巧主義、これは揶揄でもありますけれども、
あのマニエラというのは手法を意味しますね。で、具体的にはルネッサンスの後にマニエリズムというあのイタリア美術の用語があるんですけれども、あのそれと今言った概念の馬下手が通ずるんではないかというふうに思っています。で後に出てきますけれども、僕は95年以降の日本美術はマニエリズムの時代だったと思っています。まあ、そうではなくて下手馬を前面にあの出してきたというようなことは、むしろイラストレーターの今の照彦は言ってたということです。でそちらの方に実際にあの表現者がすごく多くあの現れたということです。で、5D ポストモダニズムと循環史観、これはあの先ほど話した循環史観の話をここに入れるのがいいだろうということで本書の中でここで述べているわけです。でこれは画像はこの本の中では、3つしかないですね。追加画像の方にはあるんですけれども、あの追加画像を持ってこないとない。なぜならばイラストなので美術館はコレクションしてない。あとそれから時代も新しくなってくるのでもうないということですね。これは吉沢美香です。あの超少女の人です。あとそれからこれは川間忠志、あの建築のインスタレーションの作品ですけど、美術館の所蔵作品はあのそういったものを所蔵できないので、そのためのエスキースが所蔵されています。でこれはあの東京都現代美術館の所蔵品では ないんですけれども、一部東京都現代美術館の所蔵品以外を入れた中として日比野勝彦が入っています。これがあの日本グラフィック展がブームになる火付け役になった日比野勝彦が大賞を取った時 の作品ですね。でこれはあのどこにでも落ちている段ボールという非常にあの素人でも手が出しやすい素材、それを大してうまくもないあのやり方でバババッと処理したというようなものですけど、まあ、クロートが見ればこれはうまくないようなところを見せているところが逆にうまいという見方も僕はできると思っています。追加画像を見せているとちょっと時間がなくなりますので、どんどん進みたいと思います。次第6章、再現芸術、関西ニューウェーブから東京ポップで、85年にですね、森村康政が活動を関西で開始しています。で先ほどの第5章で見た動きはですね、ニューウェーブという呼び名もあったようなものなんですけど、それは関西でもあったんですね。ところが関西の中ではニューウェーブからさらにポップとあるいはダダというような状態への移行が関西の方が早くて、85年に森村康政が登場したことで関西のパワーが非常に強くなったと。でその背後には石原智明という人がいたりとか、あとそれから中原光大という人もさらにそのもうちょっと若い世代でいたりしましたね。非常に関西が元気になってきたと。で当時評論活動を始めた沢良木乃井は日本の美術は西高東低という方を当時書いてましたね。西の方が高く東京はちょっともううだつが上がってないというような言い方をしていました。でその東京はですね、80年代後半の東京はどういった状況だったかというと、宮島達夫のように個人プレーで頑張ってる人とかはいたわけなんですけれども、あとは関西の元気さはあんまりなかったわけですね。むしろイラストレーションの人たちがその後どうなっていくかみたいなところでちょっと様子見な感じだったと思います。で、ちなみに僕とか鈴木さんが活動をかなり強めたのはこの頃だったんですけど、それはイラストの 文脈で始めた感じですね。要するに僕も鈴木さんもイラストの
数年遅れて出た下手馬の流れでやってた感じです。でその子には東京工作クラブだとか、あと近代芸術集団といった非常に面白い集団が出てきてたんですけど、それは全部イラストの分野でしたね。で市原弘子もそっちの方から実は出ています。でその後でその東京ポップ前夜の時に1990年に僕が開始したのがバカ CG という活動だったんですけれども、まあ、それもイラストレーションの文脈で始めたものでした。で1992年くらいにですね、村上隆が華々しく今とは全然違う作風、もっとダダ的というかシミュレーショニズム的な作風で登場して、まあ、ランドセルの作品だとか白い抱っこちゃんの作品とか政治的意味合いを込めた作品、込めたことで強度を持つような作品を出しながら、しかしそういうことに意味はないというような、最終的に意味はないというようなことに村上隆はこだわっていて、それは非常にダダイスト的な動きでした。今の彼とはかなり違う感じです。で村上隆と一緒に活動を始めたのが中村正夫、現在3331で頑張っていますね。で彼の場合はむしろ芸術には意味があるんだみたいなようなことを言いたがる感じがあって、で彼ら2人が中村と村上という移動型の展覧会をやっていて、で僕もちょっと巻き込まれたりして面白かったんですけど、まあ、非常に動きが出てきました。でレントゲン芸術研究所というのができて、で沢良木野枝が新しく始めて、で村上も中村も僕も大体1963年生まれくらいなんですけど、まあ、その世代で構成を仕掛けたというようなことが92年くらいこう起きてきます。でその流れをですね、1965年生まれというと昭和40年代に後ほどなっていく世代人たちですけど、小沢剛と相田誠がいまして、まあ美学校なので皆さんよくご存知だと思いますけど、まあ、その人たちが村上隆や中村正人の動きのに続けて、さらにその続けて次の数年は非常に新しい動きの中心になっていたというような動きがありましたね。で村上隆が出てきた頃からやっぱり関西よりも東京へという流れが出てきたというふうに思っています。でこの辺はあんまりちゃんとした図版がないんですけれども一応見てみましょう。森村康政ですね、関西ニューウェーブ。でこれも森村康政にむしろ影響を与えた石原友明、関西ニューウェーブのはむしろ石原友明がいろんな影響を与えていると思います。これも図版だけだといくら見ても分かりにくいんですけど、写真と組み合わせていて、写真の上に色を塗るみたいなことをやっていまして、で森村康政が写真を使って仕事を始めたみたいなようなこととつながってると思いますね。これも中橋勝重、関西ニューウェーブ。そうですね。で東京ポップ前夜に絵を描いてた人がいて、これは中村和美で、これは新表現主義をその後新表現主義というか東京でいわゆる村上隆たちが出る前にBゼミの流れがありまして、でそこではグリーンバーグ的な意味の美術を追求するみたいなことが行われていて、で彼らは下手馬やパルコは美術じゃないかというようなことを言い続けていた人たちなんですけど、まあ、その人、その中の代表的な一人ですね、中村和美さんは。でこれは杉本博、杉本博も宮島達夫も東京で
個人プレイ的に頑張ってた人ですね。まあまあ、杉本さんはむしろ海外の作家と言ってもいいくらいな感じですけどもね。で、村上隆、これはもう、作風がむしろ今っぽい作風ですけれども、むしろランドセルの作品などがあのダダっぽい作品でした。あとこれは中村雅人、セブンイレブン の, あの看板ですね。あとこれはシミュレーショニズム的な笠原恵美子、シミュレーショニズムという言葉を出していますけど、あの、まあ、90年型の反芸術だと思ってください。でシミュレーショニズムというのは、なんだ、まあ、一言で言うと、あの新しいものを作らない、複製をしたり、あと、本番の手前でシミュレーションをしたりするわけなんですけど、そのシミュレーション自体がすでに本番なんじゃないかと。要するにシミュレーションと本物の、あるいは複製と本物の区別はもうない時代だぞというようなことで、先ほどの吉原二郎のとにかく新しいものを作れ、見たことのないものを作れというのとはまるで逆の考え方ですね。でこれは柳幸典、あと福田美蘭、あと小沢剛の、これ地蔵イングですね。あの一番下のところに地蔵の絵が描かれています。あとこれ相田誠ですね。なんか時間があれですね、急いで進めます。第7章マニエリスムと多様性、スーパーフラット快楽と方法で 7A、快楽とマニエラの絵画、要するに快楽としては奈良義朝の絵、あるいはそれに影響を受けたあの絵を思い出していただければいいと思うんですけれども、あの快楽絵画という特集が美術手帳で組まれたりとかですね、あるいはハニーペインティングという言い方の特集がスタジオボイスで組まれたりとかして、あの結局、シミュレーショニズムの時代、村上隆の時代には自由なようでいて全然オリジナルなものを作っちゃいけないよみたいな暗黙の暗黙の了解的な、あの好きなものやってるんじゃないよっていうようなものがあったんですけど、それが取っ払われてしまったというのが95年に起こりました。でさらにもう一方の系譜として非常に細かい手作業ですとか、あるいは技巧がすごくあるようなものだけど、そこで言ってるものがちょっと後ろ向きなところが後ろ向きな思想を喋ってるようなものが出てきている。それがマニエリスムですけど、後ろ向きなところな感じがするところがかっこいいみたいな、そういった時代にはなったわけですね。あと PC、 これはポリティカルコレクトです。あと私的写真と電脳美術、結局プライベートなことも OK になっていく。で 7B、ひそやか系、これは後にマイクロポップにつながる動きですけれども、結局小さくてささやかなものの方にむしろ安心感を覚えるみたいな言い方ですね。で昭和40年代とスタジオ食堂というものもここに入ってきます。でさらに2000年になるとスーパーフラット宣言が行われて、あと方法主義、僕が行ったものですけど、その宣言も出てきて、で全体的に快楽的な方向性、あとスーパーフラットという主義主張なんてダサいぜという方向性が出てきているわけなんですけど、まあ、そこに対してこっち側もあった方が正しいんじゃないかみたいな感じで方法主義宣言というのも出ている。で方法主義の言い方のみならず、ネオコンセプチャリズムと言うことができるような動向というのは府中市美術館がやった展覧会などで現代にもですね、70年代の美術をとむしろつながるようなですね、人たちが出てきているというのが明らかになったりとかしています。
それはあの府中市美術館でやった美と価値というタイトルの展覧会だったんですね。で、その美と価値ということをあの考えながら、美術を支えるインフラ構造も変わってきたと。具体的には作品が売れるかどうかみたいなことが重要になってきた。それまでは全然売れなかったわけですね。だけれどもあのこの時代には美術とは作品を売ることなんではないかみたいなようなことが出てきて、商業画廊が、新しい世代の商業画廊が出てきた。ただこういった作品を売るみたいなことが出てくるっていうのは多様性の時代の特徴でもあって、実は60年代にも商業画廊が出てきてたんですけど、やっぱり80年代からあのちょっといなくなっていた。それがまたあの95年以降強く出てきたということですね。でさらにアートオークションだとか、若い作家の、作品に高い値段がつくとか、さらには、何でしたっけ、なんか2008年に全部ポサりましたよね。それ以降日本ではあの作品に値段が非常につきにくくなったりとかですね、そういったようなあの話も出てきています。で、ここには書いてないですけど、あのチンポムなどもあのここで活動などをしておりますね。で、さっきのマニエリスムの例としては、あの図版はさっき追加の図版の方で見せたんですけれども、山口明とか小谷元彦の彫刻とか、そういったものを思い出していただければ分かりやすいかと思います。では僕の本の中に、第一版の中に入っている図版ちょっとしかないですけれども、それをちょっとお見せしたいと思います。これですね、奈良義知も、あとそれから絵画が出てきたと、あとこれはひそやか系ですね、あとそれから蔡國強、森真理子なども活動している、タバエモとか、あとこれは田中一郎、鳩に名前をつけるみたいなものです。あと、これは殺すなという運動がイラク戦争の時にあったりしましたというようなところですね。で最後に、第8章新前衛として、カウスラウンジと完結戦ということで、これはあの文章も何もないので、このタイトルを出すだけですけれども、結局先ほどの第7章で見たですね、マニエリスム的な馬下手的なものがすごく多かったり、快楽的なものがすごく多かったものだと、チンポムみたいに新しいアーティストが出てくるんですけど、個人プレイ的に出てくるにとどまってたと思いますね。でそれが、世代交代的にたくさんの、若い人たちが20代前半みたいな、アーティストがたくさん出てくるという状況が、あらわになってきたのがあのカオスラウンジ、あとそれと並べて完結戦も僕は述べてるわけですけど、そういった状況で出てきていると思います。さらには二層木博之さんが、彼は2005年くらいから、今の作風で活動されてますけれども、彼らをピックアップしだしたのがカウスラウンジの中であった、あるいは完結戦 の, 文脈の中であったと。で二層木さん自身も自分の個展に若いアーティストをたくさん呼ん で, でそこで何が行われているか、 お絵描き大会がカウスラウンジでも完結戦でも行われていると。でこのとにかく書くことの方が大事なんだみたいなことを、何もないところから書き始めることが大事なんだみたいなようなことで、盲目的に書き始めると、これは僕としては日本グラフィック展の時の若者たちが大挙出てきた時、日比野勝彦の作品を見て、あるいは湯村照彦の下手馬の考え方に勇気づけられて、大勢 の, 若者が出てきた時と非常にかぶって見えますね。あとそれから、カオスラウンジの、印象だと、例えば使われるモチーフとかがかなり美術の文脈からは違うので、多分大人は眉をしかめるようなところもあるんじゃないかというような
あの部分もあの一方でありつつ、逆にあのビジネスとかに関係がなかった人たちが、あのカウスラウンジがちょっと面白いので、あのビジネスということにも興味を持ってきたみたいな動きも出てきていると。でそういった状況はあの80年代にニューペインティングや新表現主義、さらには日本のグラフィック展などの、流れでですね、そういった人たちが出てきて、しかし、B ゼミの大人の人たちに、あんなのは美術じゃないからというふうに思われていたという構造とかなり近いんではないかというふうに思っています。でさらにその30年前の話、さっきもしましたけど、アンフォルメル旋風の時、この時も若い表現者たちが大挙出てきて、彼らはそのままネオダダのアーティストになっていったりとかした部分が一部であるわけですね。でその時も、新しく作り始めると、具体の人たちも新しく作り始める、具体の人たちもかなり若かったんですけど、で、新たに過激にとにかく作るときに、うまいか下手かみたいなようなことよりも、まず作ることの方が大事なんだというようなことで、できたものは気持ちよく見えたりすると、それは下手馬的なものなんではないかというふうに思います。なので下手馬というキーワードでですね、このアンフォルメルと、あとそれから下手馬の時代の下手馬と、あとこのカオスラウンジ完結戦の流れというのを一本線で考えることができるのではないか、循環史観的に去年から次のフェーズに入ったのではないかというふうに、考えています。でさらにもう一つ面白いなというふうに思っているのは、さらにその前の、アンフォルベルのさらに40年くらい前の前史では、1910年くらいのフューザン会ですね、これは具象絵画で起きたフォービズムの日本への輸入みたいなものだったんですけど、具象絵画で表現主義的なもの、前衛的なものが起きたというのが1910年代で、次の、この前衛というものは、アンフォルメルの時だったんですけど、その時は抽象表現主義という名前が指すように、具象絵画ではなくて抽象美術で起きたわけですね。抽象の中で新たに物質を塗りたくるというようなものがこう出てきたと。で、抽象の時にもう一つあるのが、オールオーバーな画面っていうのがあるんですけど、結局先ほどの今井利光の絵とか思い出していただけると分かるかと思いますけれども、絵の具が画面全体に塗りたくってあると、要するに画面の中に構造がないわけですね。画面全体に塗りたくってあるというような特徴があったのがアンフォルメルの時代です。でその後新表現主義の時代、これはヘタウマの時代ですけど、ヘタウマはまた具象で絵を描いてた、先ほどの日比野克彦もちゃんと飛行機の絵だとか分かりますよね。で抽象ではなくて具象で、表現主義が起きていたと。じゃあ次の表現主義はどうなるか。でまた今度は梅ラボの作品とかが非常に分かりやすいと思うんですけれども、非常に画面全体にコラージュがなされていて、結局あれアンフォルメルのデジタル版という解釈をするのが非常に分かりやすい作風だと思いますね。で完結戦の出品作家も個々の作品全体は、個々の作品一つ一つはね、具象だったりとか具象と抽象が混ざったりとかするんですけれども、あそこで企画者の斎藤雄平がやろうとしていることは、むしろ個々の作品を全部まとめて、そして一つの壁に展示して全体的にコラージュ状態になっているというようなことで、非常にアンフォルメル的な印象が僕としては視覚的にはありますね。なので2010年からどういうことが起きているかというようなことと、現代日本美術史がきちんとリンクするんだというようなことを今日は初めて発表する機会として与えていただきました。ありがとうございました。非常に長くなりましたけれども、何か質問などあれば受けたいと思います。
いいですけど、もう長くなったので、はい、はい、ちょうどいいくらい。ありがとうございました。物販ちょっと用意してきたので、もし興味あれば見てください。